五所南インターチェンジは、奈良県五瀬市にある、京奈和自動車道のインターチェンジである。京都、奈良方面出入り口及び、和歌山方面出口のみのハーフインターチェンジであり、和歌山方面への流入はできない。また、無料区間のため料金所は設置されていない。本校では併設されている五所南パーキングエリアについても記述する。2017年8月19日にオープン。 建設に際して、下り線側で空き追跡が発見されたことから、上り線側のみでの設置になっている。なお、下り線からパーキングエリアに入ることは可能だが、パーキングエリアから再度下り線に流入することはできない。また、一般道からも利用可能であり、p l 利用後に一般道へ流出、上り線に流入することができるほか、 上り線から PA 利用後にそのまま一般道に流出できるようになっている。E24 系縄自動車道山和御所道路8月19日、五瀬南インターチェンジ五城北インターチェンジが開通します今回の開通により、奈良県と和歌山県との地域間連携に貢献します。国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所。2017年6月30日閲覧。 ABCDEFGH、五、e, 所南 PA 平成29年8月19日、オープン。国土交通省近畿地方整備局なら国道事務所。2017年8月20日閲覧。AB、京奈和自動車道大和五所道路12月15日、五所南インターチェンジの利用形態が変わります。北向きオフランプが完成。 国土交通省近畿地方整備局なら国道事務所。2018年12月6日閲覧。インターチェンジ名称が決定しました国土交通省近畿地方整備局御所。南パーキングエリアに関するカテゴリー。ありがとうございます。